アメリカ人教師キムのワンフレーズ英会話へようこそ。韓国の BTS の I'm on it の車の CM をご覧になりましたかハンサムな若い男の子たちからも教わったかもしれませんが、念のために今週は I'm on it という表現をご紹介します。I'm on it は任せてくださいという意味になります。 主にビジネスで使いますが、BTS の CM のように、もっとカジュアルに友達同士でも使うことができます。質問があればコメントでお尋ねください。ご視聴いただきありがとうございました。